城県外出身の有名人に茨城の美味をお取り寄せ。秋は美味しいものが多いですからね。今回は何かな。じゃあいきますよ。じゃーん、うわーすごい、ドーンと黄色でスイートポテトって書いてあります。女子はさつまいも系のねスイーツが大好きですからね。茨城県はさつまいもの農業産出額が全国1位。火山灰由来の水はけの良い土地が多いことから栽培が盛んなんです。そんな名産地では全国シェア10割近くを誇る干し芋のほか、焼き芋などさつまいもスイーツが豊富なのよ。今回お取り寄せした一品に使われているのは紅あずまという品種。甘みが強くてホクホクな食感が特徴なんだよね。小ぶりで可愛いですね。小腹が空いた時にちょうど良さそうなサイズ感です。ではいただきます。うん、すごいさつまいも感がぎっしりです。すっごい濃厚な感じがして、本当にさつまいもそのままかじってるんじゃないかなっていうぐらいのスイートポテトです。うん、おいしい。うん、牛乳とかと一緒に食べたいです。このスイートポテト、原料の大部分がさつまいもだから風味が格別。生地にはブランデーなどを練り込むことで上品な味わいに仕上げてるのよ。そうなんだ。もうさすがさつまいもの名産地が生んだこの味ですね。最高。うん、美味しい。魅力を知って茨城推し。詳しい情報はサイトをチェック。